出番みてえだな。 殿、いいんですか？劉備とは名があるとはいえ、このガッピ攻めは。ああ、奴らの方便だな。大方漢中を取りたいと言ったところだろう。だが構わん。劉備を入れての天下二分の計。こうして曹操を揺さぶるのがあるべき形だ。なるほど。持ちつ持たれつってわけですか。 まあ、こちらが利用するより先に利用されるのは少々悔しいがな。<笑>そこは貸しってことですかね。<笑>細かい話は関係ねえ。喧嘩ってんなら腹据えて突っ込むだけだぜ。あんたな、少しは考えるってことをしろっつうの。いや、観念の言うことにも一理ある。 敵の首相はあの長領。この戦覚悟と先進なくしては望めん。うん、我ら孫悟の部全力をもって当たらねばならんな。うん、廃止時たちが部を示すならば、 知略は私とロシクに任せてもらおう。お、周遊殿、お体はもうよくなられたのか。ああ、心配をかけた。敵の陣容や知性など周遊殿と俺で仔細につかんだ。観念、領土、俺たちの話をよく聞いておけ。 二人とも突っ込むだけでは脳がないぞ。いや、だから一緒にしないでくださいよ。<笑>よし、行くぞ。孫悟の治癒、このガッピにほとばしらせるのだ。 敵は我らの大軍。 狙ってくるはず。我らは先にそちらの危機を除きます。他の者は北と西を攻めてくれ。敵の目を小司教の別動隊からそらすのだ。敵はこちらの隙を狙い伏せているはず。おそらくはあの拠点あたりだ。おい、あんた、頼むから足を引っ張るなよ。 考えなしにはいつも目隠すんだ。グッチ、うるせえな。おめえこと下手打ったりするんじゃねえぞ。僕がここにいると、そら、我らの動き止まるって言ったか。祭りの動きだ。 守れたか。しかし、長領を取り逃したのは厄介だな。まあいい、我らの目的は合肥城の制圧。長領はひとまず置いておく。そんなこと我慢できねえ。
作殿の道を継ごう。若き虎の総賀となろう。そろそろか。行くぞ。気をつかれたか。早く手を打たねば。願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。来たな。だがこの先へは行かせんぞ。羽根橋を上げられたね。一回路より城を目指す。超分。おい。ぶちのめしてやるぜ。総領が南に出現したの。今までは太子氏が危ない。心配は無用。すでに手は打ってあります。我らはこのまま進軍を続けましょう。よしか神殿は全て見えているな。大きな策、地球、この戦の何もかも我慢できる。御身預かり光栄です。しかしこれは軍師として当然だ。天が描く天下の玉、力を尽くすのが我らの役目です。お前たちがいれば心強い。この戦に勝利し、孫悟の天下を切り開くぞ。あの崖、奇襲には絶好の場所だな。俺が敵なら、あの上に奇襲部隊を配する。軍師たるもの、常手に行って先を読むものよ。立派な孫悟の王さんになったものに。ああ、
だな、ブチ。俺たちも剣のために頑張ろうぜ。我慢できる。合皮状の門は固く閉ざされている。開けるには勝者が必要でしょうか。中央砦に工作兵を待機させてあります。羽橋を下ろし、彼らを出動させましょう。我らの背には雄大な絵画があると思え。海水の陣を敷く。
けしよう。我慢できねえ。私は何に敗れたのだ。教えてやろう、長領。我らには託されたものがある。父に、兄に、先達に導かれ、それを超えるべくかけているからだ。孫悟三代の治癒、貴公のもとに結実したということか。ならば我が部はそれをも超えてみせる。今は貴公らの治癒をたたえよう。やろう、逃がすかよ。いい。この戦は終わった。焦らずとも、ヤツとはすぐに戦うこととなろう。お見事な勝利でした、殿。うん、周囲、お前たちの導きあっての勝利だ。それに兄上と父上も戻ってきてくれた。今日ほど伸びやかに戦えたことがあったろうか。周囲、兄上は一緒ではなかったのか。孫策も直に合流するでしょう。それよりも殿、この勝利、孫権殿でも孫策でもない、殿の手によるもの。皆、殿のお言葉を待っているのです。皆、よく戦った。勝ち時を上げよう。この戦、我ら孫